おはようございます、ともです。犯行写真縛られた少女たちの見たものは実況プレイおまけ編ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。前回でですね、犯行写真の、最後までとりあえず、終了させることができました。ご視聴ありがとうございました。それでですね、個人的に、気になっている選択肢を、やっていこうかなと思って今、ゲームを起動しています。どこだと思う？赤田ちゃんがね、なんかすごいゴーダちゃんに迫ってきているところのさ、このまま体が動かなかったらどうなるんだろうねっていうところがすごい見たくて、私はこれをやってます。いいのかな。そしてですね、これをやった後にまあフリートークなりなんなりできればいいかなと思ってます。俺のことよりも自分のことを心配してください。赤田さん、アリバイないんだよ。はっはっはっは、何言ってるんだよと。俺がそんなことできる人間かどうか君が一番よく知ってるはずだろ。これは何なんだろうね。多重人格だったっていう話だったと思うんですけど、今この瞬間話をしているのは工藤陽子っていう女性の、赤田ちゃんの中の女性の人格なのか、それとも赤田ちゃんオリジナルの人格なのかがわからないんですよね。そこの説明してほしいなーなんて思うんですが、いかがでしょうかね。まあないんですけどね、そんなものはね。さあ、濡れ場が展開するんじゃないか。うほ、いい男。そう、ここうるさいやつもいなくなったって、こいつが殺したことによってうるさいやつがいなくなったから、ゴーダちゃん、君のために僕は彼を殺したんだよみたいな感じなんじゃ。ひ、あーもうね、これ見るたんびに僕ね、ひってなるね。目が怖いんだもの。いや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 、ゴーダくん、あーやめてきれー。赤田さんのこの態度は一体。はい、それでですね、私一番を選んでしまったんですが、ちょっとこっちをね選ばせてください。おまけなんでね。赤田さんの熱い吐息が耳元にかかる。ゴーダ、彼の目は熱く潤んでいる。やばい、この人はこういう趣味だったのか。私は焦った。なんとか逃げなくては。あら、なんだよ。え、あ、これはバッドエンドになるぞ。慌てて私は立ち上がろうとした。屈強な赤田さんに肩を押さえ込まれてしまう。そんなことはいいから落ち着きたまえよ。赤田さんの体重がぐっとかかる。怖っ。私はベッドに倒れ込んでしまった。私の肘が当たったワイングラスが倒れて、赤いワインがテーブルに広がる。いやー、怖すぎ。わろた。ついに赤田さんは私にのしかかってきた。うわーはっ。するとドアを激しくノックする音がした。佐々木マイエンジェル。ゴーダさん、赤田さん、どうしたんですか。今の叫び声は。私は声を上げて佐々木を呼ぼうとした。ささ、うん、大丈夫、ワインをこぼしただけだよ。部屋に戻ってなさい。赤田さんは私の口を大きな手で塞ぐとこう叫んだ。わかりました、何かあったらすぐ呼んでくださいね。あ、ご苦労さん。佐々木、行かないでくれ。ゴーダくん、な、な、何がなだよ。ペットランプで赤いよけした。もう予想通りの展開じゃないかよ。私は赤田さんの指を噛んで脱出を試みる。いた。その時、赤田さんの手の力が抜け、口が自由になった。赤田さん、なんでこんなこと。赤田さんはにやりと笑ってこう言った。だってしょうがないだろう。ひっ。それからのことを私はあまり多くは語りたくない。田代さんが殺された事件は迷宮入り。さらに、乙女組の写真集も日の目を見ることはなかった。そして私はカメラマンの道を諦め、今は新宿2丁目で働くようになったの。こんなところで言うことになるとは。貴重なゴーダちゃんの手。それだけ言っておくわ。
いや、おまけにふさわしいエンディングでございましたね。はい、ということで何やってんだよ本当によ。ということでですね、まあ、今まで見せることのなかったオープニング、お届けしながら、ちょっとだけねお話しさせていただこうかと思います。改めまして、反抗写真縛られた少女たちの見たものは実況プレイ、ご視聴いただきまして本当に本当にありがとうございました。ですね、すごいね最後の方は取りだめになっちゃっているので、コメントの返信とかもちょっとできなくて申し訳ないんですけれども、私としましてはかなり前作ハートビートスクランブルよりはこの反抗写真の実況が見られている、再生数が増えているということにすごく喜びを感じておりまして、コメントもですね、定期的につけてくださる方がいらっしゃって本当にもう本当に嬉しく思っております。ありがとうございました。まあ内容、ゲームの内容もそうなんですけれども、やっぱりここまで楽しく実況できたっていうのはやはり皆さんが見てくれてたおかげ、数字として出てくれていたおかげでございますので、まあ、ツイッターでも何回もね申し上げておりましたが、皆様のおかげです。本当にありがとうございました。まあ、ゲームの内容のね感想に関しては前回の最後でね、ちょっと文句をつけながらお話をさせていただいたと思うんですけれども、だいぶ本当に楽しんでプレイできたかななんて思ってます。2作目がこの作品で良かったなと思います。まあ、やっぱりね実写の作品ってさ、だいぶ地雷っていうかクソゲーって称されることが非常に多くてですね、やるこちら側としてましてもかなり手を出すのにちょっとなんて言うんですか、覚悟がいるなっていう、覚悟がいるタイトルだなと思っているんですね。ただまあ、やってみるとやっぱり前作もそうだったんですけど、楽しいところがちゃんと見つかってクソゲーだなんてね、まあ言うけどね言うけれども、ただやらないでクソゲーだから手出さないでいようっていうのはちょっと違うんじゃないかなとは思いましたね。それくらい私は今作はとても楽しめたなと思います。で次回の実況タイトルも決まっておりまして、まあ、ご存知の方も多いかなと思うんですが、次は、アンダーテールをやらせていただこうと思ってます。もう実写じゃないんですけれども、まあ前作今作と実写が続いていたんですが、初めて動画投稿としては初めて、実写じゃないゲームをやらせていただくということで、若干、まあ、しかもあと有名なタイトルだからね、こういうマイナータイトルじゃなくて有名なタイトルだから、どんな感じになるのかっていうのはちょっと自分自身も不安ではあるんですけれども、懲りずにぜひ見ていただけるとすっごくすっごく嬉しいです。はぁ、緊張するねそれでは改めまして皆様、ここまで見ていただきまして本当にありがとうございました。次回実況タイトルでお会いしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは。